Uber Eats と YouTube で稼いで人生を楽しもう。釣り具がね、まあリールはほとんど売って、でさっきね、まあネットで売るのめんどくさいなって思うルアーとか、使わなくなったロッドとかを持ってって、まあ2万円ぐらいならいいかなって感じで、タックルベリー持ってったら、3万8000円になりました。ナイス。よかったっすね。バッスリの釣り具だけで20万以上になるんじゃないかな。すごいね。まあここ5年以上かな、5年前後ずっとちょこちょこ買いながらねやってましたからね、結構いろいろ持ってましたね。でまた結局今度またバッスリのねルアーを買ってきたんで、ちょっとだけねオールドルアーでね竿1本とかでやろうかなって感じで、バッスリはねやめるわけじゃなくて、で海釣りやるのに今度海釣りのねこういうライフジャケットとかね、そういうのを今度買ってきました。眠い。また夜のね12時に出発なんで、もう今から寝ます。今が3時35分、もう今から寝て11時ぐらいに起きて、でラグ散歩連れてって、でその後釣り行きます。それでは今日はね全然何もしてない感じでしたけどね、まあ明日のための準備の一日ですね。それではおやすみなさい。最高だな。釣れないかな。
やってんのはあれはボイルじゃない、跳ねてるだけです。なんかさっきからパジャマが飛んだ。イワシバイブレーション順調に上げてるな。順調だ。もうそのジグが重りになっちゃってるな。イワシシだ。イワシシだ。さすがに持って帰ろう。もっとそうしてくれ、ね、結構やっぱ立山のイワシは引きがいいよ。あ、ちっちゃいね、確かに。サバだ。サバ？サバか、違うか。いや、ワラサだ。尻尾黄色くない？わかんない。あげていい？うん、いいよ。あ、なんかついてきてる。でかい魚が。マジで。あ、サバだ。あ、いいサイズのサバ。ああ、海鮮もいるじゃん。小さを変えながら。次だ。なんで待ちになるんですか。アタック来たからいいじゃないですか。俺アタックもないんだから。殴るよな。超生きがいい。翼が釣ったサバで息子が育つよ。娘か息子が。いいな。サバだ、サバ。走れ。あれ、ワラサ。お、すげえ。たまんないですね。たまんねえな。俺一匹も釣れない。やばいよ。大丈夫大丈夫。信じて投げてるやつ。ジグサビキはやっぱジグじゃねえとこ、ジグのとこに食ったやったぜ。嬉しい。なんか軽くねえか引きが。あんまり俺ゴンゴン来たぞ。いやでもそんなこともない。あ、そんなことない。さあ、なんだろうね。
ワラサじゃん。でかいでかい。あかんない。ドラグ締めないと落ちるぞ。よし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 、ナイス。やったな。やった。大丈夫か。あだす。フィッシュグリップとかある。よっしゃ、やったな。これ全員超過じゃん。殴るようなね。外したかった。会社が急遽ね、あの娘に4日間休みくれたみたいでね、まあ今から急遽新婚旅行行くみたいですね。まあこういうご時世なんで海外は行けないんで、とりあえず国内ですけど新婚旅行行くみたいで、先ほどね阿部ちゃんがうちに預けられてきました。これから4日間、阿部ちゃんはうちの子になります。一個にしてなさい。なんで明日から俺は2匹を連れて散歩に行かなくちゃいけなかった。ずっとこの2匹の世話ですね。まあオリンピック見ながらのんびりしてますか。ね。